はい、皆さんこんにちは、ハルトです。先日ようやっと僕が主催のルナティックコピバンフェスが、無事終了しまして、当日ねちょっとお天気がよろしくなく結構雨が降ってたんですけど、まあそれでも本当に、多くの方々にご来場いただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。非常に楽しく、終わることができましたね。まあ、ちょっと諸事情で、予定していたバンドが1バンドちょっとキャンセルになっちゃって、まあ、急遽4バンドでのね開催になってしまったんですけども、僕らもそうですし他のバンドも曲数を増やしたりとかね、対応してくれて、非常にボリューミーなライブになりました。フェスになりました。ありがとうございました。今日はちょっと急遽僕一人で動画回してるんですけど、いつもねライブの時にカメラマンがまあなかなかいいカメラ使ってライブのお写真撮ってくれるんですよ。今日はなんかそのお写真とかを見せつつライブの雰囲気だとか臨場感が伝わったらいいかなみたいな感じでちょっとお見せできたらなと思うんですけど、まあ、近々ね、またボーカルのホッスイと感想というかね、アフタートークみたいなのを近々通るので、まあ、そっちがメインになるんで、今回これはねちょっとサクッと終わらせていこうと思うんですけど、カメラマンがね、結構本当にいい写真毎回撮ってくれるんで、YouTube の僕の演奏の弾いてみたのサムネイルに使ってる写真が大体全部カメラマンがライブの時に撮ってくれたやつなんですけども、僕のソロショットとかもそうなんですけど、メンバーが写ってる写真とかお客さんが写ってる写真だったりとかっていうのを、ここでお見せして雰囲気を味わってもらえたらななんて思ってます。ここ2、3週間ですかね、ちょっととね、忙しくてですね、まあ、ライブがあったりとかもそうなんですけど、まあ、ライブのね準備とかでも全然時間が取れなかった状態で、ちょっとかつ、まあ、仕事の方がですね非常に忙しく、弾いてみた動画の更新が滞っておりまして、まあ、ちょっとピンクスパイダールナシーバージョンからちょっともうだいぶね経っちゃってるんですけど、まだ次がねちょっとできてないんですけど、本当見てくれてる人たちはお前もう喋ってねえでギター弾けよって思う人もいるかもしれないんですけど、ごめんなさい、そちらの方はもうちょっと待っててください。お写真とか見せていこうと思います。こんな感じですね。僕ね一番お気に入りですね、今回のライブで。このショットはなんでかって言ったら、僕結構写真に重要視するのが躍動感というか、やっぱライブだから非常にね動きがもう今にも画面から出てきそうじゃないですけど、そういう写真がね好きなんですよ。すごくメンバーのもそうだし自分の写真もそうなんですけど、まあでもほらスマホで撮ってるわけじゃないんで、なんかめちゃくちゃ高い一眼レフで撮ってるんですよね、このカメラマン KSK。普通さ、人がヘドバンしているところとかってスマホで撮ってもブレブレじゃないですか、普通。このカメラだとね、ヘドバンしてる最中もね鮮明に映し出すんですよね。写真いっぱいあったんですけど、ヘドバンしてる最中の人間の顔をブレずに写されたら、もう重力で顔がとんでもないことになってるんですよね。そういう写真は全部ボツで。次、これね、ホッシーですね。かっこいいですね、この写真。いい写真ですね。僕の、顔面が小さく後ろに写っちゃってるんで、そこがもったいなかったなと思ってますけど、これポスターぐらい、ポスターにしてもいいんじゃないですか。次、ケイちゃんですね。ケイヤくんです。イノランパートを弾いてるケイヤくんですね。彼この写真ね赤いのかっこいいね、赤い照明かっこいいよね。ちょっとギターのストラップをね低くしたいみたいですけど、弾けないから嫌みたいですね。うまいんですけどねすごく。次ノリさんですね。この写真ね僕気に入ってるんですよね、ノリさんのかっこいい、しかもこの J モデルのグリッター具合がねギラついてますね。
素晴らしいですね。これドラムのまさきですね。これなかなか髪の毛とか躍動感あっていいんじゃないですか。ドラマーの写真ってさ、なかなかほらライブハウスとか難しいじゃないですか。やっぱ一番奥にいるし、だからね、彼がねかっこよく写ってる写真があるととっても嬉しいですね。僕もこれね、僕結構気に入ってるんですよ。僕がこのおもむろにね、下手に寄ってってケイちゃんにのほっぺにチューをするっていうね。まあこれチュー、これねチューする直前だな。チューしてるところのショットは撮れてないですね。まあ仕方ないですね。一瞬のことですから。男、全員男のバンドってやっぱりいいですよね。こういった形でステージ上だったら照れくさいけど、普段だったら照れくさい愛情表現がこうやってできるじゃないですか。普段はね、ほっぺんチューなんかしないですけど。まあでもこれがまた女性メンバー、男女混合のバンドとかってくると、ライブで絡みに行っても、おいそれと女性メンバーにほっぺんにチューするわけにはいかない。ケイちゃんいい笑顔してますよ。この写真は多分ね、キスされて僕が帰った後じゃないですか。これいい笑顔ですね。苦笑いかもしれないけど、キスといえば、僕がこのね投げキスをお客さんに対してする瞬間の写真、これいい写真ですよね。お客さんたちもしっかり写ってて、こっからのこうですからね。これは非常にいい写真です。躍動感に溢れてると思います。すごくお気に入りですね。まあ、次はねこのメンバーとちょっとこう一緒に写ってる写真紹介できればいいんですけど、これなんかホッシーがねカメラ目線でとっても可愛いですね。僕は至って真剣に弾いてますね。動きがあっていいですよね。こんな感じですね。いいですね。まぁ、ちょっとね、ベースのヘッドで星の顔隠れてももったいなかったかな、これちょっと。まあ、ライブだからね。ほら、いい写真。星、棒立ちですけど、いい写真です。あまり贅沢は言えないんだけど、まぁ、これ、5人全員とかね、映ってたらね、とってもいいんですけどね。まぁ、それはちょっと贅沢言い過ぎかな。僕のお気に入りをちょっと何枚か見せます。僕のソロショットですね。やっぱ赤い照明好きなんですよね。妖艶じゃない？なんか赤い照明って。あ、これもね、結構お気に入りですね。非常に、髪の毛的な躍動感がいいですね。あとこれですね。躍動感といえばこれですよね。ターンしてるところですね。まあ、このターンの時のこのジャケットのたなびき具合。こだわりのポイントですね。これいい感じだと思います。めっちゃ下から撮ってますね。あ、これもね、お気に入りですね。やっぱりこれね、杉蔵さんを真似してギターを弾くとなれば、この角度は極めないといけないですからね。まあ、得意です。これは。はい。めちゃくちゃも顎しか映ってないですね。まあ、でも、いいと思いますよ。躍動感たっぷりですね。素晴らしい。こんな感じですね。まあ、このブルーの照明っていうのもね、非常に綺麗ですよね。なんか僕この日ね、雨降ってたからかな。なんか髪の毛うねうねしてる気がするんですよね。まあ、もともと癖っ気なんで、いつもストレートアイロンで頑張ってるんですけど、まあ雨の日にライブ会場に行って、ライブやって汗かいたらもう、なんかうねうねしてきますわ。こんな感じで見ていただきました。どうだったでしょうか。今後ね、動画とかですごくね、機材紹介してほしいっていうコメントすごく多くもらってるんですけども、僕もねすごくしたいと思ってるんですよ。もちろんしたいですよ。したいんですけども、なかなかちょっと大変なんですよね、それ撮るのも。撮ってる間、その間ね、また弾いてみたが滞るし、まあでもちょっとそろそろやんなきゃいけないなと思ってるんで、でももうちょっとね待っててもらえるとありがたいですね。まあ、機材紹介はいずれ、ちゃんとします、ね。あのだってあれだよ、だってこれ別にエドワーズとかグラスルーツとかいっぱい混ざってるから、別にそんな全部高いもんじゃないんで、25年ぐらい分の本数ですから。この1年や2年で揃えたもんじゃないんで、25年かけてこれって思えば
たまになんか金持ちとか書かれるけど、うん、別にそういうことじゃないんですけどね。うん。で、あと、なんか、質問とかあったら、この動画の、コメント欄にしといてもらえれば、欲しいと、今度反省会動画撮るときとかに、なんか質問に答えるコーナーとか、うん、設けようかな。あ、まあ質問あったらですよ。2、3個だったらやりません。はい。あとね、YouTube 始めて半年間ぐらいかな。なんか至るところのコメントで身長何センチですかチビっていうのがすごい多かったんですよ。その僕を知ってる人はもう、いいけど書いたれよって言うんですけど、僕大して興味なかったんで書かなかったんですけど、いい機会なんで身長だけもうここではっきりさせておきますね。181センチです。まあこんな感じで、うん、いい頃合いですかね。あんまりさ、喋ることがなくなってくると、僕のなんか寒い下ネタが炸裂。いかがだったでしょうか。まあまた近々ホッシーと二人でトークした動画も上がると思うんで、そちらもぜひご覧になってみてください。いつもありがとうございます。本当にこれからもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。